我が家のうさぎのおちゃんはもう14歳9ヶ月という高齢なので、トイレの識別はできなくなりましたが、毎日マットをきれいに洗濯することによって健康に過ごしています。おちゃんおはよう。いるな。人参でもあげようか。人参あげようか。なんかお腹空いてんだね、おちゃん。おちゃん、これ自家製運びあげちゃおうかな。我が家のおちゃんはね、フローリング出られないんですよ。だからこうやって周りガイドというか柵なしです。で、箱辺がここにあるよ、おちゃん。おちゃん、箱辺あるよ。気がつくかな？まだ気がつかない。まだ気がつきません。まだ気がついた。あ、やっちまいました。前歯の上の方がないので奥歯だけで噛んでいます。だから噛むのにかなり時間がかかります。もうすぐ14歳と9ヶ月我が家のおーちゃんです。時間がかかるので早送りしています。いや、今日はよく食べたね。ペレットほぼ完食だもんね、おちゃん。お腹ペコリーナだったんだ。これは美味しいね。なんかペコペコ。あと6日で9ヶ月。14歳と9ヶ月でした。そうなんだよね、ペレット全部食べちゃってんだよね今日は。すごいですよ、おちゃん。